スーパー EDF 91年ジャレコ、どうもアラヤンです。懐かしいですね。スーパーファミコンのグラディウス系の横スクロールシューティングゲームですね。なんて言うんでしょうね、 R タイプみたいな感じで2つのオプションがいてて、そのオプションのフォーメーションを変えながら進んでいくっていうちょっと変わったタイプのシューティングなんですけども、ステージごとに武器選択ができていろんな武器を選びながら進んでいくっていう、その辺が特徴のシューティングゲームでしょうかね。 EDF ってアースディフェンスフォースだったんですね。知らなかったさあ行きましょう。でとりあえずここでウェポンを選ぶんですけど、バルカンって通常ショットにエクスプロートとか覚えてねえな、爆発レーザーとサーチレーザー、それからフォトンに、これフォトンがためなんですよね。アトミックって何だったかな、グレネードは爆発するやつ、それからホーミングが敵を追跡するやつですね。とりあえずいっちゃん初めのステージはホーミングで、武器レベルみたいなのが存在してるので、初めの方は武器が弱いからなるべく敵をねこう倒してレベルが上げれる状態のホーミングの方が有利なんですよね。オプション展開しましょうか。確かオプションのフォーメーションもレベルが上がっていったら増えていくはず。で画面の右上に表示されてるのが時期の体力ですね。3回当たったら死んじゃうってことかな。敵を倒していくと画面上の真ん中に表示されているメーターが溜まっていって、あれがマックスになるとレベルが上がっていく、攻撃がどんどん強化されていくって感じかな。さすがにちょっとステージ1だけあってまだそんなに難しくないですね。敵が撃ってくる弾が少ないからシューティング苦手な私でもなんとか対応できてるけど、おお、レーザーレーザー、よし。ホーミングは偉大ですよね。このホーミングシステムっての考えたやつはすごいな。レーザー撃ってくるのかな、はいよ。とりあえずこの弱っちい敵たちはホーミングの弾を浴びてすぐに落ちていくから、気をつけないといけないのはこのでっかい敵かな。たまにね、弾に当たっちゃうといきなりダメージ食らっちゃうんで。2体もやってきたぞ、あっぶね同じタイミングで撃ってくるのやめてほしいですね。いきなり一発当たっちゃいましたが、全然敵が出てくる出現位置とか覚えてないっすね懐かしすぎんだよな。はい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 、かわせかわせ、 OK、 よし。何これ、ボスじゃないよな、中ボスみたいな感じか。全然攻撃してこないのがやけに不気味。おお、頭打ってきやがった、よし。ぐるっと360度回すだけかな、大した攻撃じゃないっすね。よし、半分撃破このスーパー EDF は敵が2段階3段階に潰れていくっていうのが結構多いですよね。もう2発も当たっちゃったけど大丈夫かな、倒しきれなかった。あれ全然出て、ああ出てきたよ。ちょっと静かになると不気味ですよね。よし、落とせ、 OK。 なんか来たぞ、新しいやつ、戦闘機みたいな。レーザーのやつも来た、厄介厄介厄介いや本来はね、お疲れ様でしたって終わらないといけないんですけど、ちょっとあまりにあっけなさすぎたんでもう一機だけやらして今のチュートリアルってことでね、今から本番すいません、たまに一機だけで終わらせないときありますよね、申し訳ない。いやとりあえず一面のボスも見ずに終わっちゃうっていうのは悲しすぎてですね。いいよいいよ、レベルアップしそうだな、レベルアップしましたね、レベル2。弾の形が変わってちょっと強力に、そ
ちなみにこれステージのどの辺からやり直しになってんのかな。もしかして初めからか。初めからっぽいですよね。敵の出現位置はかといって覚えているわけじゃないので、しっかり出てきたやつ対応していかないとまたやられちゃいそう。ほい、次はどこ、下から。まだあんまり敵がね弾を撃ってこないからまだマシだけど、 OK。 そろそろレーザーのやつが2体同時に来るやつかな。先に右のやつ倒せば大丈夫でしょう。右に撃ってきやがった。よし、次は何だっけ、中ボスみたいなやつかな。レーザーのやつを先に倒したい。よしよしよし、あぶね、一発当たっちゃいましたね。来た来た来たぞ。この距離で微妙に当たらないんですね。いいな。オッケー、半分やったぞ。弾を撃ってくるかね。全然弾を撃ってこねえ。よし、来た来た、2発目。おっしゃ、撃破。今回は倒しましたよ、レーザーのやつ。後ろからレーザーのやつ。よし、それからこいつですね、戦闘機みたいなやつね。これも集中攻撃で先に、あ、何か落としてくる感じ。めんどくせえ、頭を打ってくる。よし、落としたぞ。ホーミングのダメージだけじゃちょっと弱めなんですね。すぐには壊せない。よし、自分のショットも一緒に当てれば結構簡単に中型の敵でも倒していけるな。またこいつか、戦闘機みたいなやつ。集中攻撃でダメか、倒しきれない。よし、レーザーかわせ。ダメージ食らっちゃいましたかね。いや、本来だったらお疲れ様でしたって感じなんでしょうけどね。ちょっとあまり何もね、一面のボスも見ずに終わっちゃうっていうのは非常に悲しくって。もう一回だけやらせていただけないですかね。はい、ということで、もう3期目ですかね。ゲームオーバーになるまでやっちゃいますか。ステージ1でこれだけ苦戦するっていうのも珍しいかもしれません。またもう一回1からかな。ちょっとこの辺は絶対いけるんでカットします。さあ、さっきやられたあたりまでやってきましたよ。ステージ1でレベル3まで武器レベルが上がってるっていうね、半ば反則気味の状態ですけども、この辺戦闘機のやつとレーザーのやつが一緒に来るあたりかな。ですよね、ですよね。よし、あ、一発当たっちゃいましたかね。さあ、こいつもレベル3の武器持ってステージ1に挑んでますからね、結構余裕で敵が倒していける。とりあえずボスだけは1回倒したいな。いけ、よし、 OK。 そろそろボス戦に突入したい。まだか、まだこいつ来んのか。 OK。 こいつか、地味にめんどくさいんですよね。突撃してきてる時がダメージ与えらんないんだよ。この戻っていってる途中しかダメージ当たらない。よし、まだ来んの。はいよ、いけいけ。よっしゃ、お、来た、ボス。一つ目のボスは一体どう。危ない、危ない、挟まるところだった。あー、なんか見覚えあんね。上下バルカンを撃ってきながら真ん中からなんか電撃みたいなの飛ばしてくるやつでしたっけ。さあ来い、さあ来い。あ、なんか覚えてんな。覚えてるけど、このボスは全然強くなかった気がするぞ。おっと、弾全然余裕でかわせますね。なんでこのステージでこんなにやられたんでしょうね、私。はいよ、電撃ね。はい、撃破。よし、やっとステージ1クリアだわ。さあ、レベル3まで上がっちゃいましたけども、このままマックスのレベル5まで上がるまではホーミングでそのまま継続してやっていきましょう。
シールドは回復しないのかな。ホーミング行くぜ。回復すんね、いいですね。さあまたこのローリングスタイルで。あ、少ない。なんか撃ちながら降りてきてるよ。よし、こいつはなんかリング吐くやつかな。なんとなく覚えてんね。敵はどっから来てんの。左上。あー、こいつこいつ、これはやばいやばいやばい。オッケー、上下から来た。だんだんかわしにくくなってくるんですよね。あー、一発当たっちゃいましたね。ホーミング持ってて一発当たるっていうね。あー、怖い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 。よし、なんか前から突っ込んできたぞ。はいよ。後ろからの攻撃にホーミングちょっと弱いかもしれないね。あぶない、来た。よし、後ろから来る。あ、前からも来る、前からも後ろからも来る。敵が弾撃ってきても全然見えないな、自分のホーミングで。あ、レベル4に上がりましたね。また形が変わって強くなったぞ。やばいやばいやばい。よし、オッケー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 。よし、倒した。次は何？あ、まだ周りからぐるぐる回ってくる感じ。ホーミングが強くなったから結構余裕で投げ払ってんぞ。あぶねえ。なんか突っ込んできたぞ。プシーじゃねえわ。すごい落としながら突っ込んでくる戦闘機ですね。さあ、また後ろから。後ろから後ろから、で下から来た。やっぱ当たったんじゃないか今。やばいなあ。ってことは上から来るのかな、やっぱりね。はいよ、はいはいはい。やばい、シールドが1しかない。まだ全然ボスでもなんでもねえのにな。よいしょ、あ、来た、ボスか。あー、こいつか。なんか見覚えはありますね。すごい動きそうな感じの見た目なのに全然動かないやつでしょ。前方向にしか弾出してこないんだったかな。なんかずっと上下の方でこうやってかわしながらホーミング当て続けてた記憶はあるんですけどね。あ、やっぱり前方向ばっかり。あー、いきなり撃ってきてもらった。あ、ね、周りに撃ってくんですね。あの弾は周りに気をつけないといけない。手のひらで溜めて攻撃してくるやつは基本的に前方向だけですね。もう一回紫、もう一回紫かな。来た、紫ね。それから青い波みたいなやつを一発、それから二発目またもう一回波みたいなやつ打ってきて、その後弾だけで倒しちゃいましたね。ステージ2クリア。だんだん調子出てきたかもしんないですね。さあ、レベル4ですけど、そろそろ攻撃力上がってきましたんでね、ホーミングからもう一つの別のスタイル、サーチレーザーに切り替えていきましょうか。ちょっとだけ敵の方に向かって飛んでいくレーザーって感じかな。サーチレーザーはどうするんだったかな。これもローリングでいいんだったかな。あ、十分ですね。ちょっとだけ敵の方に向いていくんですよね。ホーミングみたいにずっと追尾するわけじゃないんですけど、敵の方向にちゃんと向かってってくれるんで、ダメージはそれなりに通る。これ今何、ステージ3でしたっけ。よし、あっ、船後ろから来やがった。はいよ、ちょっとだけポーズかけていいですか。シューティングゲームやってる時のあるあるなんですけど、絶対鼻のあたり痒くなりません？なんか書きたくなるんですよね。不思議ですよね。さあ、こいつは何でしょう。オプション持ってる時期と同じような感じの敵ですね。さあ、このオプションごと潰しちまうのか、本体だけ攻撃したらいいのかな。オプション消えていってますね。お、ミサイル撃ってんね。さあ、次はまたこいつ。はいはいよ。後ろからまたこいつ来た。あ、2体も来やがった。来たぞ。いった、後ろから当てられた。あ、なんか違うの来た、違うの来たよ。
これは後ろからも来るやつ。右上から来て次左下かな。あ、危ない。目の前に撃ってくるの忘れてたわ。弾を撃ってくるちっちゃいタコみたいなやつも一緒に出てくるのかね。さっきも出てきましたもんね。めんどくせえな。来た来た来たぞ来たぞ。よし、後ろからも来た。よしよし、こいつこいつ、よし、こいつこいつ、おしってなんだろうね。はいよ、ミサイルですね。結構敵が単調。おー、急に違う感じてきた。はいよはいよはいよ、オッケー。壁になってくるんじゃない。よし、もうすぐレベル5。早くレベル5になりたいな。オッケー。すんげー処理落ちしてないか。レベルアップ、レベル5。これでマックスですね。あ、来た、ボスかな。あ、なんか撃ってくる撃ってくる撃ってくる。中ボスですね、中ボス中ボス中ボス。待て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 、どこまで続くんだこれ。よし、来た。で、あ、なんか撃ってくるぞ。で、またこの弾かな。ぐるっと弾回してくる感じ。撃ってきますね、撃ってきますね。ずっと追っかけてくる感じ。やらしいわー、やらしいねー。とりあえず避けた。よしよし、半分倒したぞ。これで弾は撃てないんじゃないのか。波みたいなやつ。おーっとー、やばい、処理落ちなかったらかわせなかった。いや、また新しい敵。何こいつ、絶対前方向に撃ってくるやつでしょ。レーザーで確実に処理。あ、床から、床じゃない、水面ですね。水面からなんか撃ってくる。潜水艦みたいな感じかな。また来た、また来た。このバルカン砲みたいなやつ、どういう原理で飛んでるんでしょうね。羽もエンジンも何もなさそうですけど、砲台だけ飛んできた感じ。また来た。このバルカン砲みたいなやつしかどんどん来るけど、こいつしか来ないのか。あ、なんか来たぞ、コインみたいなやつ、よくわからんが。何もしないままに全部落としちゃいました。さあ、潜水艦。またコインみたいなやつね。なんだろう、こいつ何してくるか全然わからんけどな。バルカン、バルカン、バルカン。よし。何こいつ。バルカン。あ、なんかタコみたいなやつも来るけど、これ何？下方向に弾を撃つやつ。やらしい、やらしい。上と下。方向が全部違う。やらしい、やらしい。なんとかかわしきってるかな。よし。撃破ですね。来た来た、来た。来たぞ、来たぞ。あ、こいつも来た。これ今ローリングでオプションのフォーメーションやってますけどね。ちょっと待って、なんかフォーミングみたいなのがあったはずなんだよ、レベル5になると。それに変えたい。どうだ、これか、これじゃねえか。これこれこれ、敵のところに勝手に行ってくれるやつ。これ超便利。あ、ボス、ボスかよ。ここのボスはどんなやつ。あー、水面に浮かんでるエビですね。覚えあるな。どんな攻撃していくんだったかな。めっちゃ処理落ちしてるけど大丈夫かな。さあ、弾撃ってくるのか。お、弾の方向が変わって分裂。処理落ち万歳ですね。いい感じ、いい感じ。ん、なんだ。あ、第一形態クリア。さあ、出てきましたよ、エビの本体。同じような攻撃してくるだけでしたっけかね。水しぶきが上がるたびに処理落ちするっていうね、これどうなんでしょうね。足を飛ばしてくる。あ、しかも水面で跳ねるぞ。ちょっとややこしい、ややこしい。よし、飛ばした。半分撃破かな。あともうちょい。攻撃パターン変わるのかね。っていうか、サーチレーザー強すぎねえか。フォーミングスタイルサーチレーザー激強ですよ。攻撃パターン変えてか、何も攻撃してこないままに倒しちゃいました。クリアー。背中に AB1 って書いてましたね。エビ1号ってことかな。さあ、ステージ3クリア。ってことでステージ4レベル5のままいけるわけなんですが、ステージ4もサーチレーザーでよかったかな。このままサーチレーザーでいきましょう。いくぜ、サーチレーザーのね、フォーミングモード。これが最強に強い。フォーミング、よし、これ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 最高だわ。敵のところ勝手に追っかけてくからな。
よいしょ、ぶねー、後ろから後ろから速い敵が急に来るのはやめてほしい。よし、オッケーオッケー、硬い敵でも全然お構いなしに結構倒してくれるもんね。いいねいいねいいね。敵の弾なのか敵の残骸なのかがよくわからんまま来るから怖いんですけどね。よし、オッケー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 。なに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 、上下の上下と、あー上から突っ込んでくるタイプ、突撃系ね。前と後ろから前と後ろから来るのはやめてほしい。背景に見えてるあいつなんでしょうね、なんか宇宙船みたいなやつがね飛んでます。おお、なに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 、おっといっぱい来てるいっぱい来てる、弾がいっぱい飛んでるよ。処理落ちでなんとかかわせてるけど急に処理落ち終わったらおしまい。よし、だんだん近づいてきてますね、奥側のあの宇宙船みたいなやつ。あいつボスだったかな、あんまり覚えないんだけどな。あんなボスいたか。さあ次はどんなやつ、あ、なんか上からミサイルが飛んできてる気がする。やばい、一発食らった、やばい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 。オプションが飛び回るもんだから敵か自分かよくわからなくなってくるね。いいよ、弾が多そう弾が多そう。よし、かわした。レベル5で経験値マックスになったらどうなるんでしたっけかね。おっと危ない危ない危ない、突っ込んでくるやつ突っ込んでくるやつ。よし、はいよ、 OK、 結構倒せるな。サーチレーザー強いっすね。弾いっぱい撃ってきそうなやつだわ、やっぱ。そうか、レベル5で経験値溜まりきったらシールド1個増えるんすね、それはありがたい。今死にそうでしたけどシールドが2つに。 OK、 今まで見たことある敵のオンパレード感があるけども、よしかわした、なんとかかわしたぞ。上からね、よし、今度も上から、じゃあ次下からかいですよね。よし、シールド2つでなんとかボスを倒さないといけない。こいつボスじゃないのか、宇宙船みたいなやつ。おお、やばいやばいやばい、あのイカのリングみたいなやつは絶対かわせないもんね、倒しとかないとね。おお、やばい、敵が多い。弾とオプションの見分けつかなくなってくるんですよね。 OK、 自由に動き回るオプションなんでね、ホーミングなんで。やばいやばいやばい、かわした、なんとかかわしたぞ。当たった、ダメだ。なに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 、なんだあれ、レーザーみたいなので宇宙船が切られてますけど、もしかして奥のやつが攻撃されてんのか。ボスはあいつじゃない、下から攻撃してるやつがボスなのか。ああ壊されちゃいました、中身出てきましたね。あれをやった犯人がこのステージのボスかな。何も出てこない、あ来たボス来たぞ、あこいつか、速い球のやつ、なんか覚えてる、ただかわすだけただかわすだけなんだけどむずいんだよなこいつ。つえつえわー。さあ、てことで、一機だけシリーズですけども、ゲームオーバーまでを一機としましょうか。ね。勝手に決めたルールですけども。またステージ1からかな。ちょっとボスのところまでもう一回行きましょうか。さて、ボスのとこまでやってきましたよ。今回はシールド4つある状態でやってきましたんで、なんとかかわして倒しましょうよ。さあ来た来た、とりあえずこのこれをねかわし続けるしかない。周りからレーザー撃つ小型機も出しながらこの星も出してくるんで結構厄介。サーチレーザーでよかったなーマジで。これ普通に攻撃しながらとかマジ無理でしょう。あーしかも手裏剣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 、やばいやばい手裏剣。手裏剣なのかどうかもよく分からんけど、おっしゃ、これで終わりかな。 OK 撃破。
ステージ4クリア。確か最終ステージがステージ6だから、次は最終ステージの1個前、ステージ5。確かね、この辺でグレネードにしていくのが良かったと思うんだよな。行くぜグレネード。オプションのスタイルはね、同じくホーミングスタイルで、これで行きましょう。これこれ、グレネード爆発するやつね。これがね、オプションが突っ込んでってくれるもんだからね、結構強力なんですよね。いい感じ、いい感じ、いい感じ。よし、いいね。グレネード、グレネードホーミング最高。この敵めっちゃ硬いからね、本当は。あ、やばい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 ぞやばいぞやばいぞ。捕まってる間に、よし、オッケー。あー、なんか来た、氷が来たぞ。氷が飛んでくる、氷が飛んでくる、氷が来る、氷が来る。敵も突っ込んでくる。忙しい忙しい忙しい。なんでこんなところ戦闘機で通り抜けていこうって思うのか不思議ですよね。シューティングゲームって基本そうですけど、難易度高すぎるところに一人で突っ込んできますからね。あ、こいつ硬い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 。いけ、グレネードで倒せ。よっしゃ、よし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 、いい感じ。またレベル上がりそうですね。あー、こいつね、動き出すまで倒せないのかな。レベル上がりました。シールドが5個。あー、当たっちゃいましたね、せっかく5個になったのに。あの硬いやつ飛んでくんのほんと難儀だわ。動き出すまでこっちからダメージ与えらんないんですね。これこれ、こいつこいつこいつね、こいつね。よし、かわすしかねえか。弾をかわせ、弾かわせ、弾かわせ。よし、あー、危ねえ、下から来た。この辺だったら敵の数多いな、弾も多いしね。あ、こいつどっちから来んの、どっから来んの。あいよ、よっしゃ、かわしきった。あ、でっかい氷、いって、なんか当たった、なんか当たったぞ。倒しましたけど、あー、なんか来てる、やばい。一気にシールド5まで一時期あったのに、もう一つしかないっすよ。着陸すんのかな。あ、また氷、また氷、また氷だわ。もうね、自分の弾なのか敵の弾なのか、なんかよくわかんないんですよね、もう。見えてない、あんまり。とにかく動くものに反応してかわしてる感じかな。おー、いっぱい来た、いっぱい来た、危ない。また来た、また来た、また来た、また来たよ、また来たよ。どんどん来るよ、どんどん来る。今度、これは、これは上下に。よし。攻めてくるやつね、突撃してくるやつ。危ない、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 危ない。前から。はい、ってことで、クレジットがなくなっちゃいましたね、ゲームオーバー。いやー、残念すぎる。ステージ5まで来たんだけどな、あともうちょっとでねクリアだったんですけども、残念。はい、結構面白いですね、スーパー EDF。久しぶりにやりましたけど難しかったな。敵の出現ポイントとか分かってなかったらクリアできないのかもしんないね。はい、ハート。ってことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。いや、もうね、どうしても悔しかったんでね、ここまで来ちゃいましたよ、もう一回。全然一気だけでも何でもなくなっちゃってますけども、とりあえず行けるところまでやらせてほしいなと思って。どこまで行けるかな。さっきこの辺で前から突っ込んできたやつにやられたんですよね、確かね。これかわ、あ、いた、上から来た。これかわして、なんとかグレネードで、OK。1ダメージでなんとか突破した。上からミサイル、上からミサイルだけだけか、珍しいな。あ、なんか、なんか浮いてきてるぞ、浮いてきてる、向こうから浮いてきてんぞ。グラディウスっていうところのダブみたいな感じかな。浮いてきてますね、浮いてきてる、いった、弾を撃ってきてんじゃねえか。見えにくい、ミサイルのせいで見えにくい。やばい、かわせかわせかわせ。よっしゃ、来た、ボス。氷の竜みたいなやつか。弾早え、弾早え。
多分これまだもう一発来たね。やっぱりやっぱりやっぱり、怖怖怖怖怖怖怖え怖え怖え、処理落ちてなんとかかわしてる感じ。絶対このグレネードじゃなかったら倒せてないでしょう。もしかしてこれでクリアか。あ、クリアですね。半分壊れるとかっていうのがなかったな、珍しい。さあ次ステージ6、最終ステージかね。最後のステージは確かため攻撃のフォトンっていう武器を使っていくはず。これ行くぜ。ため攻撃メインの武器、こうやってビーって溜めて撃つっていうね、こういう武器なんですけどね、特にこれあんま使うことなくって、多分こっちだろうな。やるとしたらこの今当たらなかった、今ダメージ食らった気がするけど、やっぱりホーミングモードでこのフォトン一発一発が結構強力なんで、溜めずに連打して雑魚敵どんどん倒していくっていうのがこのステージの突破口かな。さあ行け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 よ行け。おっと危ない危ない、変なやつホーミングしてんね。ちっちゃいやつだったらね全部一撃なんだけどね、でっかいやつはさすがに一撃ってことはないんで溜めて撃つ。よし行け、よし、怖い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 、行け、溜め溜め溜めなくても倒せるかこいつ、溜めなくても倒せんな。さあ溜めとけ、きたー、イカぐらいだったら簡単倒せるでしょ。よし、OK、ちょっと間があったら溜めといて敵が来たらぶっ放すっていう感じかね。お、なんだボスか、ボスじゃないな。とりあえずホーミングで、ホーミングでこの周りの敵をどんどん片付けていかないと進むに進めない。ホーミング最高ですね。自分が動かなくてもどんどん敵の方行って倒してくれるからな。この武器なかったら本当無理だよな、このゲーム。いけいけ、どんどんいけ、全部倒せ。いつの間にかシールドが4に復活してるね。そろそろ抜けるか、まだか。そんな難しかった記憶ないんだよな。迷路みたいになってて避けるだけって感じかね。そろそろ開けたからボスが出てきそう。確かラストステージはボス3連戦だった気がしますね。ついに来ましたね、ここまで来ました。全然一気だけじゃなかったけど来ましたよ。これか、弾めっちゃ速いやつ。やっぱり速いけどフォトン強力、強力だわフォトン。ボスが全然ボスと思えない弱さで倒れてく。さあ2人目は、どんなやつだ。あ、来た、ロボット、でっかいロボット。こいつも弾超速いやつじゃねえのか。やば、速っ撃破、反壊しましたよ。あ、なんか雷撃ってきてんね、雷。やばい、弾かわしながら雷もかわさないといけないのか。あ、いって、雷かわせるか、そんなもん。やばいやばい、弾早い早い早い。倒してますね、これ多分。倒した。短い。フォトンがボスに与えるダメージが強力すぎる。さあ、バックで戻っていって、さっき通り抜けてきたところを逆回しで。壁をかわしていかないといけないって感じですよね。はいよ、次どっちだっけ、上、下、下、下。そんなに難しくないな。もう抜けるんじゃないか。 OK、 抜けましたよ。さあ来るぞ、ラスト、ラストですね。来た、カメさん、かわせない、弾かわせない、弾弾はかわしきれないんだけどね。これで撃破なんですよね。フォトン強すぎ。クリアー。ここまで来たらなんとかクリアできんだけどな。ステージ5めっちゃ難しかったな。いやー、エンディングですね。ここまで一気で来たかったですけどね。
ワンゲームオーバーでも来られなかったのが非常に残念。スーパー EDF 面白いな。オプションのフォーメーションとか変えながらね進んでいくのが結構いろいろ、当時は試行錯誤しながらいろんな武器とねオプションのフォーメーションの組み合わせでどれがクリアしやすいかなって考えながら進んでいけたのが非常に面白かったですよね。基本的にはこの頃のゲーム、この頃のシューティングゲームって武器を切り替えるものとか、あとは R タイプみたいなオプションの位置によって武器が変わるみたいなね、そういうのが多かったんですけど、ステージ選択のところで武器を選んどいて、でオプションの配置も自由にいじれるっていうね、この辺が結構独特の感じでしたかね。いやそうでもないか、ファミコンのビューイングとかまさにそうだったかな。ちょっと古すぎるけど、まあ、いわゆるビーウィング型の横スクロールシューティングって感じかな。ビーウィングは縦スクロールでしたけどね。ビーウィングってのも確か初めに羽を選んで、その羽によって攻撃パターンが変わるっていう、そういうシューティングゲームでしたから、システム的には似てるのかね。ステージ選択のタイミングで武器を選んどいて、その武器を使って進めていくって感じがね。レベル1のタイミングとかね、サーチレーザーとか使いゃいいでしょって思うかもしんないですけど、めっちゃ弱いんですよサーチレーザー。レベル1のサーチレーザーとかレベル1のフォトンって全く使い物にならなくて、あもちろんグレネードもなんですけどね、全く使い物にならなくて、サーチレーザーはレベル3ぐらいからやっと使い物になってくるんですよ。グレネードなんですけど、グレネードはさっきオプションがホーミングしてるからどんどん敵倒してくれてますけど、オプションがホーミングできない状態だと前にしか攻撃できないんですよね、目の前至近距離だから、ホーミングを覚えるレベル5からしか使えないわけですよ。で最後使ってたフォトンはボス倒すのにはすごくもってこいなんですけど、ステージ6以外の他のステージであのフォトン使っても連打できないんで、敵の雑魚敵の量に押し負けてしまってですね、クリアできなくなっちゃうんですよね。ってことで私の組み合わせはこんな感じで、当時も進んでましたよってことですね。まあ全然一気でクリアできずにゲームオーバーしましたけどね。一応まあエンディングだけ自分でクリアできるゲームなので、一応エンディングまで行ってみましたけど、いかがでしたでしょうかね。一気だけって多分タイトルつけて、またどっかの火曜日で放送するんでしょうけど、一気じゃないやんって突っ込まないでくださいね。はい、ということでエンディングもそろそろ終了でしょうかね。はい、てことで、スーパー EDF アースディフェンスフォースでしたっけね。28年ぶりにプレイして初めて知りました EDF の意味。よかった、やってみてよかったですね。はい、てことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。スーパー EDF 91年9、めっちゃ噛んだわ。